どうする？どうする？和菓子、和菓子、お店？あ、はいはい。先に行くか？そう、和菓子のお店先に行くか、編集を先にするか、作業をしに行くか。でも、あっちだよ、店頭にある限りだから。そうね、早く行った方がいいかなとは思うけどね。ね。だって3時とか行ったら結局そういうおやつ買う時間でしょ、みんな行くんじゃない。ね、売り切れそうだよね。先に行こうか。そこから。先に行って、編集しようかな。ね。で、靴下買いたいね。靴下？あ。まあ、でもそれは今日じゃなくてもいいから。OK。そういうとこをと思って、ね、とりあえず今は和菓子食べに行こう。そうね、先に行きますから。行こう。やらんだろ。行こう。やらんだろ。いや、右でごじゃる。右でごじゃる。初めて聞いたよ、生徒さんがごじゃるとか言って。忍者がごじゃるって言わないだろ。誰が言うか。おじゃる丸ぐらい。あ、そういうこと。忍者なんて言うか。ござるか。そうね。俺、おじゃる丸見たことないかわからん。え、なんで？なんで？どこにいる、いつにいるの俺、おじゃる丸。ちっちゃい子見たことないわけ。覚えてないってこと。ちっちゃい子は忍たま乱太郎さん。おじゃる丸もやってるそんな時間帯。俺の方でやってなかったのか。え、嘘でしょ、絶対おじゃる丸昔からやってる。いや、こんなよ、俺から見てないと思う。あんまり記憶ないぜ。あ、やってないかも。あ、やってるかな。やってないかも、1998年からって。やってないさ。そういうことか。だって13歳ですよ、見ないよね、13歳だと。見ないね。これ、これこっちこっちこっち、こんなとこ行くんだね。え、あ、あれ、かわいい。知ってる人は来るみたいな感じだよ、ね、本当に。めっちゃおしゃれ、ね、なんていうの、和菓子ヨーヨー、かわいい。お客さんいっぱいかもね。ね、見てみる。ね、見てみる。うん、The perfect summer is over in a flash and you're on your way. Somebody near is open for tonight. It's not too late. 楽しみだ。美味しそうだった。やっぱりクラム付きな子全体でした。クラム付きな子全体。全体好きだから。はい、すごい。はい、かわいい。ありがとうございます。やばいね、めっちゃ大きい。なんだ、全部きな粉だ。いいんじゃん、食べますか。おいしい、ふわふわ。なんか初めてふわふわって思っちゃった。これも食べたい。食べてみてか。きな粉。おいしい。でしょ、溶けるんだ。うん。私よかった。きな粉味がおいしい。私よかった。いいのも全然ないけど。きな粉、おはぎ。おはぎですね。いただきます。食べて。おいしい。
美味しかった。言葉かぶれさ、美味しかったね。美味しかったね。めっちゃ可愛いお店だし。おしゃれ、なんか背筋が伸びる。珍しくね、沖縄に和菓子屋さんってあんまないから。ね、ね、お上品になりました。参りましょう。ね。美味しかったな。ねえ、よかった ね。店内がね、いいね。なんかあの雰囲気かわいいね。落ち着いて食べれる雰囲気で、ね、また来たい。どら焼き結局まだ食べてないから。どら焼き食べたいね。ねえ、どら焼き食べないか。沖縄にいたらさ、ケーキ食べる機会のことが多いじゃん。そうね。和菓子ってやっぱいいな。アメリカ文化なのかな。そう、沖縄はアメリカ文化がちょっと強いから。和菓子売ってないよね、うん、あんまり売ってない。スーパーでちょっと売ってるぐらいだから、うん、こうちゃんとした和菓子っていうの売ってないから、うん、じゃあとりあえずじゃあ作業しに行く。そうだね、あとは作業しようかね。なんか初めて、なんか初めてっていうか、なんかデートらしいデートだったなって思った。ああ、そういうことね。嬉しいね。だって今日だって飲むもんなかったでしょ。飲めるもん、飲めなかった飲めるもんなかったでしょ。抹茶とコーヒーだったから飲めないと思って。ね、全然ダメだ。全然関係ない話していい、うん、今日さ、うん、あのお家出てエリが先で車で待ってるよって出たさね。はいはいはい。そしたらさ、全然ずっと来ないわけよ、瀬田さん。なんでこんなに瀬田さん来ないんだろう。またなんか違うことしてから一回見に行こうと思って見に行ったんだけど、うん、で出てきたんだけど、瀬田さんがその時にね、うん、何やってたの。あの多分20分くらい待ってたよ。多分準備してたんですよ。準備20分かかったわけ。20分もかかってないよ。準備したりミミと遊んだりとかして。絶対ミミと遊んでただろう。違う、普通にあのなんかズボン何にしようかなと思って 2,3 枚こう着たりとかして、あとなんかアクセサリーつけたりとかしてたら、あのぐらい時間かかった。なんでエリいた方がいいなと思った、お家の中に。なんで早くって言うさ。ああ、すいませんね。まったくだよ。暑い暑い、はぁ、あ、暑い。背中が暑い。暑がりすぎるし。背中がね、やばい、刺さらんで。暑いってこと。冬になったら寒い寒いするくせに。冬は寒い、夏は暑い。やばいよね、なんなのその。なんで、めっちゃ普通のことさ。夏は暑いし、冬は寒いさ。いや、エリは冬は寒いよ、うん、夏は暑いけど、その生徒さんみたいまで、うん、暑い、暑いってならんわけよ。多分あれなんだ、その季節とか気温とかにめっちゃ敏感なんだ。うん、そういうことね。うん、暑さにめっちゃ反応して汗かくし、寒さに反応して震えるしみたいな。いい体だな。いいか。ちょっと寝方はテレビに行けない。じっちゃい。なんで なかったね。なかった。寿司屋さん潰れてる。別に探しますか、うん、今日は帰ろう、うん、今日は今から妹たちと飲みだぞ。テンション高。そうね。よいしょ。それでは、いただいてください。ありがとうございます。